それではこちらのピアノを紹介します。ヤマハアップライトピアノ U3A 1985年製です。高さが131センチございます。音の鳴り、そしてタッチ感、音色、それぞれご紹介いたしますので、ぜひ皆様ご試弾なさってみてください。早速ですが、タッチご紹介いたします。とてもいいタッチ感です。しっかりと、整備をして調整をされている印象を受けます。隣同士の鍵盤がしっかりと揃うことで、指を鍵盤に置いた時の、その演奏者が感じるファーストタッチっていうんでしょうか、いい印象を受けます。鍵盤と指がこう向かい合ってくれている印象です。タッチですけれども、131センチありますと鍵盤の長さも非常に長くなります。そうすると、鍵盤の視点が奥側に行きますので、手前側で弾く時の演奏感、そして奥で弾く時の演奏感、そのこう非常に滑らかなんですよね。手前から奥に、それが、短い、背の低いピアノになると、それだけ視点がこう前に来ます。より鍵盤の視点が手前側に来ますので、こうやって奥に行くに従って非常にこう重く感じることがございます。131センチのピアノですと視点がより奥側に行きますので、よりその弾き方の自由度、それが高まると思います。音色感、これもすごくこう粒立ちが一つずつこうはっきりと和音を弾いた時も分かるんですけれども、そこに、音の飛んでいるところにこう空気をこうまとっているような印象を受けます。すごくこう立ち上がりの良さに加えて、その音の空気感を感じながら弾くことができます。最後に響き、フォルテを弾いた時も、なんて言うんでしょう、こう演奏者の表現をとてもこう大きくこう受け止めてくれるような、限界能力の高いピアノというんでしょうか、131センチのボディ全体でこう演奏者の表現を受け止めてくれるような、能力の高いピアノだと思います。いかがでしたでしょうか。実際にピアノは弾いてみないと本当の良さは伝わりません。ぜひ動画をご覧の皆様、こちらのピアノを弾いてみてください。以上、ヤマハ U3A 1985年製のピアノの紹介でした。ご来店お待ちしております。